こんにちは、速稼塾のゴブです。手加減せずにボコボコにするっていうのも指導の一つだと思いますけども、私が好きでよくやる指導っていうのは手加減をすることなんですよ。自分の力を10分の1ぐらいにしてもゴブゴブにもならないよって感じで、いつか本気出させてやるぜみたいな気持ちでね、奮い立たせてあげようかなっていうのが私の指導方法ですね。だから自分の力をもう5分の1、10分の1に落としても、まあ普通の人には全然引けを取らないよってことですよね。だから自分が全力出して勝っちゃう、徹底的に勝っちゃうと、やっぱプロにはかなわないやっていう風になっちゃったりとか、もう頑張ろうって意思すら失われたりとか、あの人は過去こうやってきたからねってことで開き直られたりするのがね、私はどうもね気に入らないんで、まあボコボコにして気持ちがいいのは自分だけだなという風に思うようにはしてるんですよ。ですんで、まあ最近はねもう取っ組み合いの喧嘩をすることもありませんし、もう組手をすることもありませんので、体力的なことはなかなか組みしないんですけども、そうですね、最近の思い出で言えば腕立てじゃない、腕相撲ですかね。腕相撲ね、脱臼する前まではだいぶ腕相撲も強かったんですけども、まあ麻雀店やってた時ですよ。だから5年以上前になりますけども、麻雀店でね定期的に腕相撲をやる機会があったんですよ。でも腕相撲は私どんなお客さんにもね一人たりとも負けたことがなかったんですよね。でそこで雀荘の親父でもここまで腕力あるんだよみたいなね、ことを見せしめてやろうかと思ったんですよ。で全然勝てなかったんですけども、お客さんはね、それはね私が手を組んだ時に「おりゃ!」って倒すんじゃなくて、少しでも動かしてみなって言ってずーっとこらえてたんですよ。ほんでぐーっと押さえてくるんですよね。中には両手でやる人もいたんですけどもね、まだ力抜いてるからねって、本気出さして本気出さしてみたいな感じだったんですよ。だからずーっと手加減ですよ。だから手加減が指導になるってこともあるんですよね。だからコーチとか先生とか、やっぱり力の強い人ってやっぱり指導するときに手加減してると思うんですよ。だからそこを見せないっていうかね、そこ知れない強さっていうのをいつもいつも抱えておいて、全部出し切らないっていうところが本当に強さを感じさせるミソなのかなっていうふうにも考えたりするんですよね。だからね、ビジネスっていうのは全力で戦わないといけないところもありますけども、全力出さなくてもやっていけるなみたいな、その肩の力の抜けさが今の私なのかもしれないですね。そのまんまできることたくさんのに、まあそもそもやってないというね、もうね投資にお金投げてあとボヨヨーンと暮らしてて、たまにね気が向いた時だけビジネスするみたいなね。だからもう全力を尽くしてないんですよね、言ってみれば。全力を尽くしてないんだけども、ちょうど良い加減、ある意味ねいい加減なのかもしれないです。ちょうど良い加減っていう言葉、それがいい加減なのかもしれません。でもやっぱりね、人間には3種類いる、もしくは3種類以上かもしれませんけども、言ってもできないやつ、言ったらできるやつ、言わなくてもできるやつっていると思いますけども、私はね、事の程度はあってもみんなね言わなくてもできてるんじゃないかなと思うんですよ。何が言わなくてもできてるかっていうと、最もベストな体位で自分が生きていける、自分が最もね長生きできる方法を選んでると思うんですよ。だから言われなくてもできることっていうのは多分最大限それでですね、じゃあそこにビジネスが絡むと、少なからず自分の命を削らないとお金って作れなかったり、仕事って達成できていかないと思うんですよ。命を削るわけですよ。そこまでの価値があると私は思えないんで、命をすり減らしてまで仕事する必要はないなと思うんですよ。例えば泊まり込みで会社に行ったりとかね、自分の抱えきれないようなストレスの現場に入るつもりは、入る必要はないですし、それこそのんびりだらーんと生きていけばいいんじゃないかなと思うんですよ。ただし現実の世界でそれをやっちゃうと、餓死っていう問題とかね、他の問題でストレスが溜まってやっぱり廃人しちゃうんで、ある程度もう自分の寿命が削られるのを許容してどっかの仕事場に入る。でもその仕事場を抜けたらもっと摩耗してしまうから、しょうがないから釣り合うところに行き着くってことを繰り返してるんじゃないかなと思うんですよ。ですんでね、経営者目線で言うと、言われなくてもできるやつが欲しいんですけども、多くの人は経営者しませんから、多くの人はね言われたことをなるべくサボって、なるべく多くの自分の利益を得ようと思ってるのは、これしょうがないことなんで、だから言われたことすらしないっていう現実は世の中じゃないですかね。だからそこはもうそれで、あそうだよねと、なかなか言われてもできないよね、はい、お疲れ様お疲れ様って感じでね、愛を向けつつ、結局は誰が何も言わなくても、どんな問題があろうとも、結局はね自分で自分のことを決めれること、そういうことができる人が生き残っていって、その中で弱いやつも守ってやらないといけんなっていうことをね、誰に頼まれるでもなくやれる人ってのが、また何もしない人を助けていく包容力につながっていくのかなっていう気がしますね。まあ私はこうやって隠居してしまったんで、
自分のね目の届かない人がどうなろうと何ともできませんけども、でもね、いつか神様が助けてくれるんじゃないですか。うん、いってらっしゃい。